こんにちは。はい、豊さん、シーズンが終わったらもうすぐにトレードがね、はい、ありましたけれども、まあ、そうだな、豊さんも速報で、まあでもあの戦力分析とかね、はい、いろいろドラフト終わって、まあ、来期の構想があって、まあ、シミュレーションもして、はい、まあ、誰が余るとか、うん、あ、まあ、監督の意向で、はい、うん、使いづらいとか、うん、まあ、使いづらいっていうのは、まあ、メンバーがいるからね、なかなかメンバーに入ってこれないだろうという使いづらさ、はい、まあ、そういうのもあって、まあ、トレードっていうのを行われるけどね、はい、まあ、ありそうだよな、まだ。じゃあ一体どことどこのチーム、そしてどういった選手たちがちょっとトレードになってきそうかをズバリ大予想したいと思います。いや、本当かよお前、そんなズバリって言ってもなかなか難しいぞお前。いや、そうですよね、ここで予想してもっていう。ただね、はい、まあ、DeNA と楽天とか、まあ、日本ハム、まあ、DeNA だとか、はい、まあ、中日も、まあ、動いてもいいような気もするし、うん、あとヤクルトとかどうですか、ピッチャー動くとかもらう方で。ヤクルトはね、うん、こうトレードっていう意味では、うん、なかなか動かないチームだよね。あ、まあ、確かに、そっか、あの取ってくるのは取ってくるよ、うん、まあ、例えば FA だとか、はい、まあ、例えばその、うん、あれなんだろう、トライアウトか、トライアウト、はい、とか、うん、そういうのを見て、うん、まあ、使えるような選手っていうのはピックアップして、まあ、小沢なんかそうだよね、はい、だからそういうのを見て、まあ、補強するという、まあ、トレードに関してはちょっと消極的なチームだからね。一回巨人と広岡選手、はい、まあ、今オリックス行っちゃいましたけど、はいはい、あれってトレードだったんでしたっけ。まあ、トレード、トレード、そっかそっか、うん、ただ少ないめっちゃ少ないんですよね、トレードの件数的には。ちょっと少ないよね。で、広島もどちらかというと少ないよね、うん、動きがあまりないよね、はい、まあ、いい選手は抱えてるけども、うん、まあ、次の段階っていうのを考えてるんだろうね、うん、まあ、阪神はなんかありそうな感じがするな。阪神っていうと、まあ、野手、ピッチャー下にいますし、うん、いるけどな、うん、出てこれない。あのね、なかなかね、素質があるから、うん、出し切れないような気もするの。まあ、例えば井上とかね。あ、はい、まあ、今年前半ちょっとね、はい、パパーンと打って、うん、まあ、その後ダメだったけども、うん、まあ、だけど魅力はあるよね、力はあるし。ただ阪神で1軍で外野手ってなるともうほぼ固定されちゃってるから、うん、まあ、そうだな、前がおるし、あ、そうか、とか次へどんどん出てくるんだよ、あそこはね。そうですね、うん、だから、まあ、井上っていうのをどう考えるかだよね。仮にじゃあ井上選手を阪神出しますよって言った時に欲しい球団、そこに手を挙げる球団って。いや、やっぱりね、今年坂本すごく頑張ったよね、はい、キャッチ、で梅ちゃん怪我でっていう、うん、でやっぱ怪我がつきもんだからさ、やっぱもう一人なんかこう実戦経験があるキャッチャーが欲しいってなるとさ、はい、日本ハムが多く抱えてるんだよ。多いですね。いや、多いんだよ。確かに、まあ、なんていうの、キャッチャーとして、じゃあ岡田監督が見た時にキャッチャーとして成立してるかっていうと、はい、まあ、どういう見方をするかわからないけども、やっぱり実戦を積んでるキャッチャーって、うん、それとね、あそこ打てるキャッチャーがいる、うん、多いんだよ。アリエル、それから郡司、うん、それから、まあ、郡司はね、おそらくね、新庄監督の中では野手って考えてると思うわ。そうか、うん、でも場合によっちゃ分からないからね。まあ、そうですよね、うん、場合によっては。あと清水とか、あと伏見選手、伏見がいて、タミヤ選手、タミヤがいてって、うん、タミヤが出てきたんだよ。いや、そうですよね、タミヤいいバッティングしてるぞお前。ホームランそう打ちましたよね。いやいや、そうそう、うん、そういう意味では清水というのが、うん、噂とものすごく組んでたんだよね。ああ、で噂がいなくなるじゃない、はい、そうなってくると、まあ、清水にも後輩だから、強度のお前、噂は大事にしとけって言ってたんだけどさ、まあ、清水なんか出してやると、まだまだ使えるから、まあ、阪神なんか面白いよな。で、代わりに井上選手が日本ハムにっていう、まあ、可能性はあるよね。でも、あそこもいい外野手がいっぱいいるんだよ。そうなんですよね。そうなんだよ。だから特にいるかっていうとさ、まあ、そんなにって思うけど、でも井上が仮に育ったとしたらさ、まあ、万波でしょ、はい、清宮でしょ、うん、野村でしょ、うん、井上ってこの4枚揃うと怖いぞお前。厚み出ますね、打線に。あら、出るぞお前。確かにそうだ。いや、だから
まあ、そういうところで動くかもわからないし、はい、あとは DeNA、はい、松尾がねいい感じで育ってるっていう情報は得てるんだよね、うんうん、はい、ただその、まあ、伊藤と戸柱と戸柱も今年 FA だから、はい、まあ、どうなるかわからないけどもね、うん、あの出ていくかもわからないけども、うん、まあ、そうなってくると本当にあの松尾が本当に育つまで、はい、キャッチャーとして成立している人間がもう一枚いるとありがたいな、うん、山本捕手はどうですか。あ、山本もおるわ、うんうんうん、山本もいるけど、はい、まあ一人いてもいいかなっていう、伊藤選手が、まあ、戸柱次第なんだけどさ、まあ、そういうところもあるんだけども、はい、でも戸柱ってもう後半あんまりキャッチャーとしてかぶってないし代打要員でいたぐらいだから、はい、まあ、そうなってくるとキャッチャーとしての出番というのは少ないよね。あと伊藤選手も年齢的にもう上の方に来てるのでっていうことも考えるとやっぱりキャッチャーっていた方がやっぱ怪我が多いポジションだけにね、はい、もうすぐ本当に使えるような選手がいてくれると、まあ、楽っちゃ楽で、だとするとやっぱ日本ハムたくさんいるので、いるんだよ、うん、なんでキャッチャー要するにハマっているんだよ、あのタミヤがね出てきてあのバッティングはね、うん、やっぱ魅力あるわ。そうですよね、うん、でなってくるとやっぱ清水選手とかどこか新天地でトレードでっていう、まあ、可能性はあるよね。まだまだ使える選手だし、あのチャンスを与えたらやると思うしね、うん、ということは例えば DeNA がその清水選手をキャッチャーで欲しいとなった場合、 DeNA 側からは日本ハムにあのね坂本、はい、左のじゃあ、うん、挨拶してくれたもんキャンプでそうなんですね。いやチャンネルで取り上げてもらえるように頑張りますみたいなさ、可愛いこと言ってくれるのよ、うん、でも彼もやっぱボール自体は力あるし、うん、俺はいいと思うんだよね。で若手が育ってきてるんだよあそこ、うん、結構下から、はい、まだあの出てないけどね、うん、そしたら坂本とかと変えとくといいかもからね、はい、まあ、日本ハムピッチャー、うんうんうん、そしたら坂本っていうのは新庄監督だったらうまく使うかもから、うん、で DeNA だとなかなかやっぱバランスよく配置ができてるんだよね、左も右も、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ出番がないんだったら、うん、まあ、出してあげてもいいかなっていうふうには思うよね。そうですよね、チャンスを与えるとあの子やると思う。おで日本ハムはねピッチャー2人抜けるかもしれないっていう、まあ、可能性はある、ね、可能性はあるので、うん、やっぱりそうするとやっぱ実戦向きのピッチャーっていうのは欲しいですよね。まあ、欲しいな、うんうん、だから、まあ、坂本なんて先発もできるし、まあ、中もできるんじゃないかなっていうような気もするしね、はい、うまい具合に使えばね、うん、だからこう変えても面白いかなっていう。あと DeNA で神里選手がやっぱり出番がなかなかないんですけれども、うん、でもやっぱり DeNA はそこは離さないですかね、取れる。たださ神里の実績見るとどっか欲しいとかあるかなっていうような、まあまあ足もあるしね、はい、あの守備力高いし、うん、あとはバッティングだけなんだけども、うん、そうだな、まあ、チャンスを与えるんだったら可能性はあるな、ありますよね。あとある程度そうすると向こうからもいい選手を神里選手と交換できそうな感じですか、神里選手だと。ソフトバンクだな。ソフトバンク来た。いや九州出身、沖縄出身。そうか、近い。ソフトバンクはイケメン多いから。そうですね。いや多いんだよ確かに、本当に、うん、そしたらソフトバンクと誰かを変えるとか。そっか、まあ、今宮選手とかがやっぱ年齢的なことも考えたりとかして、まあ、外野と内野違うから。あ、まあ、そうかそうかそうか、そうそうそう、それは今宮は変え絶対出さないよまあまあまあ顔ですからね。お前そんなことお前今宮出したら大変なことになるそういやもうソフトバンク反乱起きますよね、バンから。いやだからまあそうだな、まあそういうことを考えると本当にこの選手この選手って出てくるけども、うん、言ってたらきりないけどもね。まあそうですね、うん、あと中日ってまだやりそうですか、トレード。まあ折り合いがつけば、うん、いやあのね各球団このシーズン、うん、もう日本シリーズが終わって、はい、ね、まあ、トライアウトがまだあるけども、まあ、現役ドラフトもあるよね。水面下ではずーっと動いてるから、はい、だからそれが出てこないだけで、うん、かなり動いてると思うよ。
そうですね。で、まあ、破談になったものもたくさんあるでしょうし、そうそうそう、だからまあ中日もその中の水面下で動いてる一チームだと思うけどね、うん、だからもう折り合い合わせていかないと、はい、なかなか難しいから。そうですね、うん、でオリックスから近藤投手が、はい、あの巨人に金銭で、まあ、そうだな、はい、行ったので、はい、ということはオリックスはまだやっぱピッチャーがいるから。いや、いるよな、うん、あそこね、野手もね、意外といるんだよ。あ、まだいるいる、うん、いや、だからオリックスも話によっては動くと思う。ピッチャー欲しいところにピッチャーを渡してっていうトレードですか。で、野手だったりもらうだったり、まあ、貸し借りだないやいや、貸し借りもあるよ。はい、まあ、例えば近藤をこうね、うん、出すように、うん、あのそれはあの貸し借りの問題で、うん、折り合いはつかなかったけど、はい、まあシーズン明けて使わないんだったら、うん、これをこれをくださいねみたいな、あ、まあ、そういう話もあるよね、中にはね。そっか、ただオリックス本当にいい素材の、まあ、ピッチャーいるよ、選手がいるので、だって来年からはあのムクノキ、うん、もうトミー・ジョン明けで出てくるだろうし、はい、まあ、山下俊平太もいるだろうし、うん、そう、あ、ソタニ、はい、もうなんかこう投げれるようになってくるだろうしさ、もういるんだよ。そうですよね、あら、いるいる。野手もね、まだまだいるので、まあ野手もね、例えば大城選手は、どうだろうな、他が狙うかどうかだよね、うんうんうん、で大城だったらいいよっていう可能性もあるけども、はい、まあだけど他が狙うかどうかっていうのはちょっと分かんないよね。まだ未知数なんですね。まあ、大城もね、あのしっかり やったら、それはもう、あのなんていうの、控えに甘んじてるけど、うん、やったらしっかりやる選手だからね、はい、だから、まあ、可能性がなくはないよね、うん、あとソフトバンクのリチャード選手。リチャードはね、俺は小久が好きだと思うんだよ。おお、ああいうタイプの選手ですか。ああいうタイプの選手はね、うんうん、だからもっと締めると思うけど、はい、あとは楽天だな。お、楽天、まあ、楽天がピッチャーが欲しいよな。ただね、パリーグ同士で成立はしないと思うんだよ。ふまたぎでってことか。うん、そりゃピッチャー与えるとさ、あそこをやっぱ打線っていうのは割といいしね、うん、だからそういう意味では、うん、ピッチャー欲しいけど、セリーグがピッチャー出せるかどうかだよ、うん、そこですよね、うん、出せるとしたら、まあ、横浜、DeNA、まあ、坂本投手、いや、そう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 、うん、でも野手がいるかっていうと、渡来をどう扱うかによって、はあ、外野手に持っていったら内野手1枚なんか欲しいし、はい、でも林っていうのが育ってきてるしな、うん、ちょっとそうですよね、うん、渡来を内野って言ったら外野1枚欲しいって思うだろうし、ああ、そうか、うん、だからそうしたら、島内は出さなくても岡島、うん、あ、まあ、ある程度ベテランというかも、ね、年齢そうですよね。そう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 、ああいう選手をね、うん、まあ大郷とか辰巳とか、はい、まあ、しっかりしてきてるからね、うん、だから、まあ、外国人入れるとしたらさ、はい、まあ、使えなくなっちゃうとか、うん、まあ、そういうこともあるし。そうですよね、うん、だからまあでも各球団は動きそうなことは動きそうだよ、うん、そうですよね。ただいろんなことがあるからな、オフも。そうなんですよ、 FA の動向とか、 FA があったりだとか、トライアウトあったり、12球団の現役ドラフトがあるから、はい、なかなかそれが落ち着いてからかなっていうこともあるし、うん、でもそれに、まあ、現役ドラフトとか、うん、まあ、出すような選手がトレードされるというふうには思えないんだけども、うん、はい、まあ、その前にもうやっちゃっとこうかとか、まあ、そういうことだよね。あとは現役ドラフトのために選手を2名は取っとかなきゃいけないので、各球団、まあ、そのために取っとくっていうのも変だけどさ出さなきゃいけないっていう、まあまあそうだね、うん、だからまあその選手はもう考えてると思うよ、球団は。それ以外の選手でトレードっていうところ、それも含めてやっぱ戦力外を通告してるからね。そうですよね、うん、だからまあトレードでね、はい、まあ、やっぱこうプロ野球も活発に動いた方が、うん、まあ、活性化にもなるし、うん、はい、新しい地を入れるということは大事なことだから、はい、まあ、でも最近我々の頃のトレードって暗いイメージがあったけど、うん、今はなんか働き場を与えてくれたということで、はい、喜んでいくらしいから、選手たちも、そうそうそう、はい、
だからまあ暗いイメージじゃなくてね、そうですね、あまあ新天地というね、はい、ところを見つけ出せる選手がいるといいね。そうですね、はい、まあね、あの速報をトレードおじさんはこのオフも、まあそうだ、もう手ぐすに引いて待ってるんだけどさ、よく早くと、まあね、まあでもあの速報ありましたらこのチャンネルでもすぐにお伝えします。はい。